あらみなさん、こんにちは、ゆずひこです。それでは今回なんですけども、PayPayがオートチャージに対応、使い方について解説ということで、本日は PayPayがついにオートチャージの機能が追加されたので、早速そちらについて解説をしていきたいと思います。まあ、そもそもオートチャージとは何だろうということなんですけども、簡単に言うと、まあ、PayPayの残高が少なくなった時に、自動的に銀行口座からチャージをする機能ということですね。なので、まあ、そのオートチャージっていうのは、決済のタイミングでも、うわ、残高が足りないっていう場面でも役に立ちます。で、今回この使い方なんですけども、もしかしたらまだこの機能が備わってない場合とかがあるかもしれないので、まあ、その表示されてないっていう場合は、まあ、アプリのアップデートを先に実施してください。まあ、これはもう iPhone でしたら App Store とかでも簡単にアップデートできますので、先にそちらを実施してください。それではまず PayPayのアプリを開いたら、右下のアカウント、そして支払い方法の管理、で、ここでオートチャージっていうのを選択するんですけども、もしここで表示されてなかったら先ほどお伝えしたようにアップデートをしてください。このようにチャージ判定金額とチャージ金額っていうのが表示されます。で、このチャージ判定金額っていうのはオートチャージを実行するかどうかの基準となる金額です。で、オートチャージ金額っていうのはチャージされる時の金額ですね。なので、ここで残高がいくらになった時にどれぐらいチャージしたいのかっていうのを金額を設定します。ちなみにチャージ金額は1000円以上からの設定となっております。で、設定したらチャージ方法をここで選択して、銀行やヤフーカードなど、まあ、ご自身がいい方を選択してオートチャージを有効にするというところをタップしたら、これでオートチャージが有効になった画面っていうのが表示されて完了となります。ということで、今回の動画いかがだったでしょうか。僕もですね、よく決済をするときに残高が足りないっていう経験を、あのPayPayを使い始めた最初の頃ってよくしてたので、まあ、これで残高が足りないっていう不安も少しは解消できるのかなっていうふうには思います。ということで、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、あとツイッターもしてますので、ツイッターのフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで、本日はご視聴どうもありがとうございました。